オッケー。じゃあ2部。こうやってね、これ切った方がね、後で番組見るときは見やすいみたいね。30分で言うと見るのも多くなるけどね。で、タイトルも変えれるしね。うん、お、大丈夫か。で、今一回切ったでしょ。ああ、そっかそっか。で、また。で、国民年金が一番ポイントですね、自営業の場合はね。まあ、あなたの場合は前は厚生年金入ったかもわからないけども、そうじゃない方はやっぱり基本的には国民年金ということですね。今、1万4000いくらかな、1万5000円、ちょっと私は国民年金をかけ、あなたはかけてなくていいんだ。うん、いや、かけてます。国民年金ではないけど、厚生年金の方がかけてます。そうだね、要は職場があってよかった。そうなんですよ、職場があって、もちろん。職場がないと大きいですよね。その国民年金が1万5000円くらいなんだけどね、自営業者の場合はね。うちでは、私はもう60歳過ぎたんでかけなくていいんだけど、うちの家内がかけてるんですけどもね。60歳までかけるんだっけ ?60 までですね。うん、で、一応5年間ブランクあって65歳からもらうんだけども、うん、あれ何年間じゃなくてでしたっけ、25年間は少なくともかけなきゃいけない。あ、少なくてもね。少なくても。で、最後は60までかけるという、うんうんうん、まあ、かけなきゃかけないなりで、かけ、もらうお金が少ないという当たり前のことですからいいんですけども、ところが、その1万5000円、まあのね、その、ね、保険料を、ね、月々の保険料を払えない人が、たくさん出てきて、で、払痛くない人も出てきたり、うんうんうん、払いたくないというのは、要するに年金に対する 不正というか、国がデタラメな処理してて、どっかに消えた年金なんてありましたから、こうやったら年金けしからんと思って払わないとか、あるいは、10年後、20年後にこの国がどうなってるか分からないから、それが信用できないところにお金預けてもしょうがないというふうに、いろいろ理由があって払わない人もいるんだけれども、払わなければもらえないのも確実ですから、払わない分自分でコツコツと、お金を貯めて老後に備えるんであればいいけれども、それもしないし、払いもしないし、国が何とかしてくれるだろうと思われても、それもまた困るんですよね。やっぱり、その辺のものをみんなで痛みを分かち合うということで、お金を出し合わなきゃいけない。で、その国民年金も、例えば100人加入している人がいるとすると、100人がみんなそれぞれ1万5000円ずつ払わなきゃいけないわけですよね、そうやっていかないと成り立たないわけですよね、サボる人ができるとね、そういう人にはお金いかないんですね、ところがね、この国民年金のね、納付率っていうんだけど、例えば100人がいる、そうなんだ、普通払ってますよね、払うと思いますよね、だって厚生年金払うでしょ、で国民年金はね、払わない人が多いんですよ。いや見たでしょ今ちらっと。やっぱりこう覗き見こっちに大丈夫。自営業とか農家が多いとそうなのかな。どうなんだろうな。読み込み中。うん。あ、これそこ一番今出てきますよそれ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。少し待って。おお。ちょっと待って。違う。で、皆さん驚かないでください。青森県の国民年金の納付率、100人のうち、納めてるのがたったの 56%。半分ちょっとしか納めてないんですよ。44% の人は納めていないんだ。いないってことはもう最初から？いやいや、これは例えば、それはもう計算の仕方が難しい。例えば20年前、30年前どうしてたんですか？それはまあ置いておいて、例えば去年1年間で考えてください。去年1年間、私たち100人いたとすると12ヶ月だから、12ヶ月分払わなきゃいけないじゃん、100かける12ヶ月、12ヶ月、まあ、1200、それが満額全フルだとするで1200口へ入る、お金が入るはずが、それが、60いくつくらいしか入ってない、56% の分しか、お金が入ってきてないと、44% の分が未納期になる、そうするとますますそのもらえる時の国民年金のお金が足んなくなるわけです、100% 前提にしてやってるので実際にかけてるのが 56% しかいなければどう見たってアウトでしょう、間に合わなくなる、これをこういう状況があるんですよね、国民年金ね、これがこの間新聞、本県 56% 東北で最下位、所得の低さが背景にある、周知不足や制度不信も、要するにまあ、周知不足ということは、要するに国民年金の制度をまだ市民なり県民なり国民なりがよく知らないんじゃないかという意味なんだけども、それは私はないと思うんですよね、それはこのくらいは頭に入れておくのも一つの常識としていいと思うんですね、
制度不信というのがあると思うんですよね、うんうん、国もひどいことしましたから、こったらやっぱ信用したい、信用したくない、うん、かといって自分でやるかというと、いや、それはそうじゃないけどもっていう、まあ、ある程度は、うん、何やりな感じで、先送りの感じ、どっちにしろこれだと破綻すると、それでここに、十和田市、十和田市は 57.3%、うん、だから県の平均よりはちょっと高いけれども、うん、まあ似たり寄ったり。うん、要するに6割弱、4割の人は払ってないと、青森県全体を考えた場合に、これは面白いなと思ってみましたね。でね、私この中で意外だったのはね、六ヶ所村が普通平均よりも高いと思うでしょ。だって六ヶ所村は青森県で一番豊かでしょ。ここはあの 国からの交付金も入ってこなくていらないというくらいで、元年さんからいっぱいお金入るから豊かなはずでしょ。ところがこの平均よりも、平均よりも 10% も低いんですよ、うん、46% の人しか納めてない、うん、え、なんだこれはと思ってね、ほんで信号村が高い、よく見ました、あなたの目が目ざとい、ね、すごいね、信号村目がいいね、今問題でしょ、問題は6カ所の話をしてる、6カ所どうして、ね、まだ未熟なもんね、ここは問題でしょ、うん、意外ですよね、だから六ヶ所村の全体 の村民所得が一人当たりの所得が高いというけれども、うん、もしかしてトータルでは高いかもわかんないけれども、うん、国民年金を払うべき自営業者はやっぱりまだ貧しくて、そうじゃないどっかのサラリーマンさんとか、あの現年の従業員とか、そういう人は、そっちは厚生年金だからね、は給料、所得が下がって極端に違うあるんじゃないかな、だからその、国民年金の対象になっている自営業、農業、漁業の人たちはやっぱりやっぱり貧しくて苦しくて国民年金もそのものも払えないというのがこの 10% 差になってるんじゃないかな、いい分析でしょ、すごいよ、ね、でもなんかわかるよね、大間だって 49% ですから、うん、低いんですよ、そうだよ、 ありそうですよ、だって普通よそよりも払えそうなもんじゃないですか、ところがどっこい違うんだね、やっぱりね、で東通りは 57% になってから、まあ、10% の違いですけども、うん、こういうのが興味深いですね、だからこういう話、こういう新聞が見たらね、うん、ちょっとね、ちょっと突っ込んでね、うん、あの話を進めるといいんじゃないかなと思うんですね、うん、まあ、とにかく年金はありがたいことですよ、うんうん、とにかく私がやっぱり30代40代の頃は、うん、60まで働けばなんとか60まで、あとはなんとか、うんうん、60まで、あとはもう左打ちだとは言わないけれども、うん、なんとかね、国で面倒見てくれるからっていうのが、うん、人生設計だったわけです、なるほどね、ところが子供がどんどん減ってきて、うんうん、自分たちが産まなかったから、ね、どんどんそれもう 目に見えてるわけですね、うん、先細りというのは、で先細りだというのは分かっていながら制度改革をしなかったもんで、うんうん、あたかも今日気がついたかのようなことでバタバタしてるんだけどもというのがありましてですね、これはまあほっとけないなと思いましたね、じゃんじゃんだね、ところで電源、あそこにほらコンセントがあるじゃない、はい、コンセントっていうほら子供が赤ちゃんがパタパタしてるとこう、うん、ビューってやってこう感電が危ないとかいう話聞いたことない、うん、なんかありますね、あるよね、うん、やっぱりこう子供ってのは赤ボンってのは触りたい好奇心が強いから、うん、ボタンをこう触ってみたいなことでやるもんだ、うんうん、だからそうそう隠す、でキャップって売ってんだよね、わざわざ買うんだ、そうそう売ってんだよ、キャップで売ってんだよ、カチャッとこうはめるんだ、要するにこれが見えないような状態にして、もう隠されるよね、うん。ところがね、その隠すものがね、可愛いデザインで隠すらしいんですよ。クマさんだと、ブタさんだとかね、アラレちゃんだとかね、キティちゃんとかね。ところがね、見た目はいいんだけども、赤ちゃんにしてみると、それ自体が非常に興味深いわけですよ。だから、触りたくなる、逆に。ね、逆効果で、可愛いキャップをつけたがために、そこに手を出して取りたがる、うん、いじりたがる、こういうことがあるそうです。これはね、私も自分の子供の時に経験あるんだけども、その時はまだステレオがあった家に、リビングにこう、一生懸命パタパタってこう触るわけで、すると、おうちの子はメカに興味がある。天才じゃなかろうかなって、どこも、だから、スニークとか、赤ちゃんのグッズがあるんだけど、そう、親バカだから感じる。だから、そういうもんだ。確かに、だからカチャカチャって言うと、あ、うちの子はこういうのに興味があるのか、それが本能なんだね、だからそういうのが本能なんだけど、そういう電源キャップがね、なまじ可愛らしいデザインであるがためにですね、大体2歳半くらいの子供はね、もう大半の子はね、自分で外せる、また外したくなるというデータがありますんで、皆さん、
ある、ね、これはね、なかなかですよ、気をつけてもらいたいと、もしあのどっかの自己自身、自己自分の家にキャップがあったらね、うん、あのあんまり安心しないで、安心しないで、じゃあどうしたらいいかと言われても、うん、まあ困りますけども、そうですね、はい、あ、全然時期になんなくて、だからむしろ無味乾燥のキャップの方がいいということですね、うん、同じ色にするとかね、うんうん、バチャッとやるとかね、かなりきついのにするとかね、やってからネジをギュッとやるとかね、うん、なんかやらないと感染防止にはならないんじゃないかなと思いますね。ほら、ゴミ箱あさる子がいて困るっていう友達に、ああ、いい家庭でね、あれはカスがつけてゴミ箱上にありましたよ。で、シャーンって下ろしたの、ゴミ箱。これ本当に私、友達ん家に行ったらあった。で、高いとこに全部ゴミ箱とか、物は全部高いとこ。今度さ、うん、そこのご家庭で写真撮ってきて。いや、もうだってとっくにもう大人になったから。うん、うちの子と同じ年代だったから。うん、ゴミ箱は一切もう手のこう見える範囲に置かない。ありました。あ、テレビも、押し入れ開けないとテレビ見えないんだよ。押し入れ開けるとテレビがちゃんと見えない。まあ、押し入れし、あの、まあ、テレビ見ないときは正直申し上げまして、どんな家庭なんだと。あんまり付き合いたくないな。ありましたね、子供がいたずらする。ちゃんちゃんだね。はい、ちゃんちゃん。あんたところも子供、あの子供たちが学校で行きますよね、うん、バス乗って行きますよね。うん、まあ、歩いていくことは子供もたくさんいると思うんだけども。うんうん、やっぱり通学路ってのは今危険がいっぱいだと、うんうんうん、なかなか大変なんだこれがね、うんうん、車もボンボン歩くし、うんうん、で昔みたいな親がついていくこともないし、うん、ということでですね、通学路にも危険がいっぱいだと、うん、ガードレールがあって信号ちゃんと全部守ってくれればいいけども、うん、そうじゃないところもあるしね、うん、案外そういうのが身近な問題なんだけども、うん、気がつかないということでですね、うん、八戸ではね、うん、その危険箇所をね、うん、現地調査したんですよ。うん、で、教育委員会が、教育委員会だな、うん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 、教育関係者や道路管理者による通学路の緊急点検、合同点検をやった。子どもの命を守るために危険箇所の改善は不可欠だということで、うんうん、これがまあ記者レポートで載ってるんですけど、これはね、優れてるなと思うんですよ。と、うんうん、いうのはね、東和でもやってるんですよ、実は、それに近いことは、ね、それはね、要するにこの場所は危険だからガードレールをつけてくださいって言ったら、あるいはそのなんかブロックをやってくださいとかいうのは、各町内会からの要望として上がったものを市が受け止めてというスタイルなんですよ。だから市自体が、自分が市が所轄している市立小学校、中学校の通学路で、が安全を保たれているかというのを市が興味を持って調査するということを十和田市はしてないんですよ。で、私はそれがそんなもんかなと思ってたけども、八戸市では教育委員会たちが自ら立ち上がって、自ら調べたということがね、特的だな、すごいことだなと思いますね。これだから行政も、自分の仕事はこれ従来からこういうのやってますから、うん、そうじゃないのは皆さんの方で何かやってくれば、うん、言ってくれれば動きますよ、うん、これが従来の姿勢だとすると、うん、東和田市はもう違うと、うん、そんな時代遅れじゃない、むしろ気がついたところあるいは予測しながらですね、うん、自分たちで動いて皆さん困ってることはないですかというふうに、声をかけたり、あるいはリサーチすると、うん、市の職員だと300人も400人もいるわけだから、うん、日頃自分の居住環境でうろうろするわけですね。そういうところから見つかるわけですよね。でも今は見て見ぬふりしてる、まあ、厳しい方する、そういうことがあるわけだから、そうじゃなくって、いわゆる市の職員も市民の一員だし、むしろ市と近いところには市と直接するわけだから、例えばなんだ、税務課の職員の方でもですね、通学路で危険なところを見つけ気がついたらですね、別に税務課に言わなくたっていいわけだから、市民課とかどこかに行くなり、民生部とか行くなり、担当のところに行ってね、いや今日うちのこの辺がこうだったらああだったら、これは何とかしてあげてくださいよ、何とかしないと事故が起きたら大変ですよっていうふうに情報提供、仲間内で情報提供すると、あ、それいいことを教えてくれてありがとう、ちょっと検討してみるよと言って、そっちから学校の方へ電話行くとかね、その中でどうなんですかって、いや実は困ってます、そうですね、じゃあちょっと話を聞かせてください、こういうステップがあれば、私もステップアップかな、ということですね。この間、弘前市市長の、評判がいいというアンケート取ったのと同じことですね。でこれはもう、東仁子さんの社説ですね、そういう市民の評価をね、行政にどんどん生かせと、いいことだというふうに、やっぱりこの反応がありましたね。これはやったっすか。やったね。出ましたね。
この中でこう取材してほしいね。あとで取材ほど。そっか。なかなかいいですよ。うんね、これは後でネタにしましょう。うんうん、そうか、クレイ言ったか、うん。原子力事故への防災。原子力関係のいろんな会議があるんですよ。うんうん、青森県でもいっぱいあるんですよ、うんうん、そこのその会議に出てる委員をいろんな委員がいるんだけども、うんうんうん、原子力関係あ電力関係の業者からお金をもらってる人もいるんですよね。うーん、そういうお金をもらってる人が原子力関係の委員をやったら、うんうん、どうだって事業者よりのお発言なんじゃないですかっていうことで、例のオンブズマン会議がですね、うんうんうん、調査したら、うん、なんがお金をもらってたとかね、そういうのがこっちにあって、でそれ以外に今度は議事録を公開していないとか、ね、作っていないとかいう結構あるんですよ ね、 なるほどね、うん、で私は青森県の原子力政策懇話会の委員を10年前に2年だけやったんですけども、うん、私の時はもう全部議事録も公開で、うん、もうビシビシ結構15人の委員の中で1人を争って厳しい発言をしたんで、うん、だいぶ嫌われたんですけど、三村慎吾さん本当好きなんで、トイレ行くと、いや、慎吾ちゃんって言えるんだけどね、まあ、それはそれとして、現代美術館、これ今、旅行調査してますから、楽しみにしてくださいね。まあ、そんなこんなでですね、1週間が終わりました。昨日、観光常任委員会がありましてですね、それも視察、まあ、取材したんですけども、焼山の、あ、湖畔のね、湖畔の施設のその、休業状況、稼働状況について、まあ、改めてですね、レポートがあって、まあ、具体的に何も別に進化がないんだけどもね。でもかなりこう、流れが分かりますね。先に見せるけども、やってるホテル、旅館がね、18年は15件あった。ドゥ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 と減って、今は9件、8件だった。あね、で休んでたのが18年には、2件しかなかった、ドドドドドッと今実に逆転したというのをですね、これは向こうは数値が出せなかったんですけど、私が表にグラフにしたんで分かりやすいでしょ、上から下がってきて下からぐっと上がってきて、グラフってのはこれがね、まあ役人批判になりますけど、役人もね見る人のね使い勝手と読みやすさを考えると、簡単にこんなグラフにはできますからね、Excel でもパワーポイントでもね、こういうのすると一目瞭然、これは新聞に使おうかなと思ってるんですけども、あとね、焼山 の、 川を渡った南側に温泉を掘ってあるんですよね、今、市が。左でしょ、左側の橋渡った、うんうん、で、そこの試掘が一応完了したんですよ。今では途中だったんですけども、完了した結果なんですよ、出て、お湯の量が1分あたり172リットル。ということは、どうなんですか、多いんですか、少ないんですか。なんとも言えないですね、もともと目標がなかったから、ここがポイントなんですよ。何の計画を立てる場合でも、何の計画、これはどんなイベントでもそうですけど、目標は何でどうなんですかと、いくらなんですかというふうに今度聞いてみる癖をつけてみて、そうするとね、そうすると大抵のイベンターは目標はありません。というと、じゃあ結果はどうでしたかというと、よかったです、こうなるわけです。これはマニフェストにもつながる手法なんですけども、目標、事業目標が出たときに、言葉だけじゃダメなんです。少なくも、嘘でもいいからね、やっぱり数字目標を出さないと評価ができないんですよね。だから今回で言うと、そのお湯の目標を 1分あたり100リットル目標にするのか、200リットル目標にするのか、500リットル目標にするのかという目標値を設定しなかったんですよ。これはね、厳しく言うと、あえて設定してないはずなんですよ。そうなんだ。分かんないから。分かんないけど、でもどっかと比較できる何かがなかった。海のもの、山のものだから。例えば、北温泉とかどこどこのっていうのの数字が。するとね、例えば200リットル出すことを目標にして請け負いますかってなるでしょ、そしたら業者は手を出さない、そんな危ない約束でね、仕事もらわなくたって、今仕事はいっぱいありますから、ボーリング業者は忙しいですからね、そっちの業者、かといってじゃあ100リッターでいいから受けてくれるって、100リッターは大体もう掘れば出るっていうのは私も聞いてますんでね、であるところは目標は1分間100リッターを目標にしますというふうに言ったら、市民も議員も納得しない、100リッター持っててすのよとね、100リッター何冊かのよってなるから、どっちの事業担当者も市も事業者も業者も数値目標を出しにくいっていう事情があるんですよ。まあそれは置いて、その口膨らますタコよタコ、そういうもんだと思って厳しく物事見えればいい。だから結果的に言うと172リットル、だからこれは今度の議会にも発表されるからね、当然議員も
興味を持って発言するとは思うんだけども、所詮多いか少ないかっていうのは基準がないんですよ。基準がないから水かけ論になるんです。何も約束もしてないから、ここのところに市民も甘いし、議員も甘いし、もちろん行政マンたちもずるいという私はお見方をしてますね。で、ちなみに172リッターというのはどういうことかというと、今サルプラ温泉から引き寄せますね。あの量が1分間何リットルだと思います？もっと多いでしょ。十和田テストってあったよね。なんだっけ、検定、十和田検定が出そうです、ね、1000リッターなんですよ。でしょ、やっぱり多いでしょ。でね、あの1分間に1000リッターというのは、1000リッターというのは、今焼山の温泉が、最後森のホテルがこの間まで休んでたんですよ。森のホテルも使い始めてちょうど1分間1000リッターが埋まったんですよ。もう余裕なしの状態なんです、こういう状態。だから1分間1000リッターというと、あの辺が全部今ギリギリ間に合ってる状態が1分間に1000リッター、で1分間172というのはその分、まあ、そうだ、少ないわけだから押して知るべしなんだけどね、大体ね、15リッターかそのくらいが普通 の必要量なんです、一般の、まあ、ただピンから切りまでありますけど、でもね、今はやっぱりかけ流しが主流だから、1分間に30リッターは欲しいところらしいんですよね。ということは172リッターというとは6軒、宿6軒分くらいというんで、まあ、6軒といっても今度はあの川のこっち側とか、ね、南側とか限られたところにしか使えないんじゃないかな、逆に言えばそのくらいは使えるよと、でいうことが一応確定したということで、量的にはそういう問題があって、それがこれを掘り始めるときは1000万回で掘るときは、もっとたくさん出るという振り込みもあったんですよ。で、サルクラからの引き湯は、配管が老朽化してるから、全部書き換えなきゃいけないと、近い将来。それには膨大なお金がかかるから、市でこれ掘ることによって、今度はそっちの方の配管はもう使わないことでも済む可能性があるという話も実は出ていたんですよ。約束はしないけれども、そういう期待も持たせたんですよ。で、結果的にもう200だそのくらいしか出ないというのは分かった時点で、さっとここはまあ話を打ち切って、この6件は間に合うというようなところでこう来てるから、やっぱり2年前3年前の議論とかやり取りまでこう遡ってね、分析していかないと緩くなっちゃうんですね、ということですね。まあ、それが量的な問題ですね。だから今こう掘ったあの辺り、山田学園のあの辺りとか、それから大谷スケールとか、あの辺は全部あの南近いところにありますから、そこの辺を回すようになるのかなっていうのを、これから温泉協同組合とかああいうところで市民の意見を聞きながら検討していくという状況まで昨日の発表ですね。観光常任、経済常任委員会ですね。そうなんだ。で、泉質がですね、サルクラのお湯はどんな色してるか、白っぽい、少し白っぽい、そんなに白くない、弱、やや白い、今回のはやや褐色系、だから薄い紅茶系ですね。だから別の泉質だということです。午後の紅茶みたいな感じかな、あそこまで濃くないかも。濃くない、かろうじて見える、お湯が1メートル溜まってると薄く茶色に見えるくらいじゃないかなと思います。流してると分かんないもんね。そう、薄茶色ほぼ透明って感じですね。弱ありかですよね。でもあと問題なのは、お湯の温度がね、54度しかないんですよ。54度しかないということが、これが昨日の発表では、ここでの温度なの、ここの温度がそこまで資料を作ってなかったし、質問する人もいなかったんですけども、ね、残念ながらね。で、この会議が終わってから、議員の方が雑談の中で、みんな、部長たちがいなくなってから、いやーってみんないろいろ事情を知ってるからね、60度はないとダメだべとかね、冬場はアウトだよね、分かってたらたまったもんじゃないしね、やっぱりね。その扱いなきゃ意味がないしというのが会議終わってからの発言でありましたね。ここは重要なヒントになると思いますね。じゃんじゃん、はい、以上でたくさん喋りましたけれどもですね、実は昨日から、市と町内会の懇談会というのをやってます。これは、279の町内会が市に対して、あれをやってくれ、これをやってくれ、これ直し、ああしてくれ、こうしてくれという要望を町内会を通じて市に挙げて、それに対しての回答が出てきてですね、その説明と、それからその他の一般の、意見交換をですね、やろうということで、毎年この時期やってる、お盆明けにやってる。で、月火水木金の5日間に分かれて市内各地でやってる。で、昨日は
東公民館だったので、だから三省とか東省とか高島とか、今日は、福祉センターで桐田とか北殿とか、この辺のところが対象になる。でも誰が行ってもいいんですよ。それから明日が十和田湖畔と小町と2回やるんですね。でその次が木曜日が南公民館、それから金曜日が掘らないです。これは掘らない昼ですけどね、こういうふうにやりますんでですね、みんな6時からですので、ぜひ行ってください。で今回は市の方からは、地域医療連携、まあ、特にあの健康診断を受けてくださいということで、かかりつけ医はこれだけ価値があるんですよというこの話をするのと、それから常設、冬の道路、常設の問題について今市は法律を組んでいますので、皆様ご意見とご協力お願いします。この2つが向こうから小1時間話題ということで、その後みんなでこう一通一通にやって意見交換して、で最後に市長が15分くらい話を総括してですね、やるということで、昨日はいっぱい集まりました。ね、いつもね、東公民館は大体午後の5日間の一番人数多いんです、今回も、ね、40名超えましたね。去年が33名ですから、去年よりも多かったですね。発言するものはちょっと少なかったですけど、なかなか良かったですよ。で、丹野さん、新しい院長、病院長が来たんですよ。これね、実は中南海連合会のこの事前 その連絡会議の時に、私が要望したんです。去年は芦野さん来てくれて、今年はね、ぜひね、丹野さん呼んでくれと。すると丹野さんは市民の前に出たことがないはずだから、公の時で出たことないから、これ非常にみんなに教える PR するチャンスだから、で会えば、私も2、3回しか会ったことないけど、非常に明るくて院長らしくないね。普通その辺 の課長くらい元気な課長って感じのいい会ったことない。これ行け、会って取材対象になりました。非常にいよいよキャリアの立派な人なんですけども、人柄も非常に優れてますね。こういう医者だったら身を晒してもいいなっていう気はする。すごくいい。何のお医者さんなんですか？詳しくは聞かないですけど、はい、分かりました。そういうことで行ったことないもんね、病院に。で、丹野さんは昨日来て、あとは金曜日にもう一回顔出す、あとは忙しいから来れないけどもっていうことでしたから、皆さん本当に別に町内会長じゃなくても自由に参加できますんでですね、そうすると自分たちが出した要望とか、普段思ってることをボンボン喋ってもいいですから、フラワーガーデンひまわりさせてよかったね、とても綺麗だったから頑張ってくださいという意見もいいしね、応援するのもいいし、けしからん苦情言うのも何でもありですから、なんせ開かれた問わだしですから、みんなで参加して、語ってですね、そうですね、語っていきましょう。いやね、なるほどね。以上だね。日も西日差して。なんかかなり帽子がね、架け橋にかかってきてます。はい、以上をもちまして、本日8月21日火曜日、暑い中、架け橋テレビは間もなく終了させていただきます。明日。皆さん6時から、今日は福祉センターで、うん、その市との懇談会ですから、市長さんに直接意見を言えるチャンスですから、ぜひ来てください。あそこ狭いんだわ、はい、会場が。なんかそうだな。氷しちゃってってくださいね。いやいや、溶けないよ。はい、それでは本日はこれにて終了いたします。また金曜日。終わり。いや、終わったね。終わったね。じゃん。さよなら。あ、眩しい。おお、どうだい？いいとこだね。OK。 いいね。OK。